はい、お疲れちゃんです。あゆかママです。今日は星読みセッションの振り返り動画となります。今日のテーマは、まあ、8ハウス土星だけではないんだけど、まあ、ここがメインの、お話になってきます。まあ、このことは2ハウスに海王星があって、まあ、それとオポジションだったり、5ハウスに太陽があって、それとスクエアだったりっていう他のアスペクトもあるんですけれども、まあ、メインとして8ハウス土星についてお話ししていきたいかなっていうふうに思います。8ハウスっていうテーマはね、前回火星の時にもお話ししたんですけれども、まあ、相手の部屋っていう、配偶者の部屋っていうだったり、我慢の部屋だったり、継承の部屋っていうのもあるんですけれども、まあ、心理占星術でいうと、まあ、2ハウスと8ハウスのオポジションって自分の価値と相手の価値っていうところにもなります。そうすると、まあ、8ハウス土星というのは相手の価値のところに土星がありますので、なかなか相手の価値を認められないっていうところだったり、逆に相手を批判することで自分というものを、なんていうのかな、キープ、なんていうの、こう自分の価値を、ただ単に自分の価値を素直に表現できなくて、相手を否定することで自分の価値を表現していくというような可能性も、あります。例えばですね、何か相手を羨ましく思う時ってあるよね。あ、こういう人素敵だな、こういう人になりたいなとか、そうだな、私もね、本当だいぶね減ったので、そういうのがなくなったんですけど、まあ、自分より上の人ですよねを見ていいなって思うことたくさんあります。例えばダンスが私より上手い人見ていいなって思うこともあるし、まあ、それはまだね、技術的なものだったりもするんですけど、体なんですよ。要は例えば私って頭がでかい、顔がでかいとか、頭体がでかいとか、華奢じゃないんですね。あと硬いんですよ。まあ、脱臼してるっていうのもあって、その手がすごくこう後ろに行く人が羨ましかったり、足がすごく開く人、足も脱臼してるので、なんかそういう自分ができないこと、自分の体と違う人をすごく羨ましく思うんですね。そしてなんで私はこんな体が硬いのか、どうしてこんなに太いのか、でかいのか、頭がでかいんだろうみたいな感じで落ち込んでしまうことってあるんです。うん、で、まあ、8ハウスっていうテーマになってくると、そういう相手の価値をその見て羨ましい、自分にはなんでこれがないんだろうと思うことで自分を傷つけてしまうこともあるんですね。でも反対に相手の、ダメなところを見て、なんかこう自分に価値があるというふうに思う傾向が、やっぱ8ハウスの土星の人っていうのは多いんですね。ですから、そうですね、例えば相手が、相手を批判する、まあ、ちょっと乙女座の時も話したんですけど、相手を批判することで自分はできているという感覚で、自分というものを一生懸命こう確認するというような形ですね。例えば自分より下手くそな人を見つけて、私の方ができてるっていう確認だったりとか、こうとっても現実逃避してて、こうスピに走ってる人を見て、あ、なんか痛い、あの人は痛い、私はまだ現実的にちゃんとグランディングできてる、現実社会も生きられてるっていうような確認をしたり、要は相手を否定して自分っていうものを、正常化する、要はとってもできているという感覚を持つということをしがちなんですね。で、それはいいんですよ、最初は。ただそうするとどういうことが起きるかというと、じゃあ自分が何かをやろう、例えば占星術師としてデビューしよう、何か自分の仕事ビジネスをやっていこうと思った時に、その批判してる自分っていうものがいるので、それを批判されたらどうしようという不安だったりとか、自分にそれができるかっていう自信がなかったりとか、誰かが批判してきたらやっぱりどうしようっていうことがどうしても芽生えてくるんですね。それで自分の、行動に何かブレーキが引っかかってしまうっていうことがあります。ですからここをやっぱり8ハウスの土星というのは、相手の価値を認めてあげるというところからしかスタートできないので、相手がどんなに、未熟だなと思っても、その中でできていることだったり素敵なことっていうのをやっぱり見つけて褒めてあげる、認めて褒めてあげるっていうところからしかスタートできないんですね。そうすることでそれが自分にも返ってくるので、あ、
あの人ってこれができて素敵、こういうことができるすごいって思うと、自分のここもすごいよね、自分もこれができてるよねっていうところで自分に振り返る作業ができるんですね。そうすることで自分に許可が下りることができるので、何かビジネスをしようとした時にそれをやっていいよという許可が初めております。ですから自分を好きになろうという努力をスタートするんではなく、相手を認めてあげるということを、スタートしていくと、それが自分にもつながってくるというふうになります。ですから、もし自分の中で相手を否定してしまうというようなことが出てきた場合、そこからスタートするようなふうに意識を持っていってください。で、この方は自分軸で生きていきたい、もっと自分に誰にも尽くすんじゃなくて自分中心で生きていきたいっていうふうにおっしゃってたんですけど、これもやっぱり8ハウスだったりとか、右半分ですねに天体が多いので、やっぱり相手を通してしか自分っていうものを見つけられないんですね。自分軸が強い人っていうのはね、左半分にたくさん天体があって、どう思われようがいいっていう前提なんですよ。でもやっぱり右半分にある人っていうのは、相手の反応っていうものをすごく重要視してるし、特に土星8ハウスっていうのは、相手っていうものとの関係性の中において、そこをこう、なんていうのかな、自分の存在意義を認めていくので、旦那さんだったりとか、そういうクライアントとか、自分が見てる相手を通してしか自分というものを見つけられないんですね。そうすると自分軸で生きたいというふうに思ったとしても、自分勝手にやるということをさっき言ったように許可が下りないんですよ。なので相手がやってることをまず認めてあげて、褒めてあげられる、ねぎらってあげられるようになって初めて自分にもその許可が下りるので、その人と一緒にコラボができるとか、何か活動ができるっていうところを通して、最終的に自分でもそれができるっていうゴールが待ってるんじゃないかなっていうふうに思います。なのでまず最初は、相手いいなと思う相手もしっかり見ること、羨ましい素敵だなと思う相手も見ていく。それをすることによって、自分がそこの中の何を素敵だと思っているのか、その自分が素敵だなと思うものは実は自分が持っているものなので、これは前にも話しましたが、自分が持ってないものに反応はできないんですね。だから羨ましいとかずるいとかいう思いもあり、ただ単に素敵だなという思いもあり、どちらも自分が持っているものでしか反応しないので、まずそこを見てあげるということですね。そこを、許可してあげることです。あ、私って意外と目立ちたかったのかもしれない、これで成功したかったのかもしれないっていうことをまず見てあげる。そこから、自分っていうものを見つめていく作業をまず一つスタートをする。そして相手が相手をこう批判して、自分の存在意義を認めていたものを、相手を批判しないで、その相手を認めてあげるっていうことをスタートすることによって、勝手に自分のことも認められるようになるっていうことになるので、自分を認めようとか自分軸で生きようっていうふうに振り切ろうとすると、それはできないんですよ。なぜならそっち右側に天体があり、8ハウスに土星があるから、そこを無視することはできないんです。なので相手の価値を通して自分の価値を見つめるという作業を、めんどくさいけどそれしかできないので、どうやったらこの人に、この人が大切にしてるものは何なのか、この人が、なんていうのかな、こう、そうですね、その人の存在価値を認めてあげること、そしてそれを認めて、それを相手に伝えてあげることで、勝手に自分の存在価値も意味も全てが、なんだろうな、勝手に満たされていくっていう感覚があります。そうすることで、最終的に自分が何かをしようと思った時に何の邪魔も入らず、自然にそれが行えているっていうことになりますので、相手に役に立ってあげないといけないと思ってる自分っていうのを、否定することなく、相手を通して自分の存在価値を認めている。どうしても相手を通してで以外自分の存在価値は認められないんだっていうところをしっかり、なんだろう、許可してあげてみてください。そして相手にそのいい部分を見つけてあげると、同時に自分にもいい部分があるし、相手に何かしてあげたいという気持ちがそのまま自分を満たしていくことにつながっていく。必ず相手、それは別に旦那さんだけじゃなくて、どんな人もです。自分が感情が揺れた人
その相手はライバルだろうが憧れの人だろうが友達だろうが家族だろうが全部その8ハウスになります。その自分の感情が動いた人が自分の分身です。頑張って。